こちらの動画では、クイック注文画面で新規注文をし、ポジションを指定せずに決済する方法をご案内いたします。画面が見えづらい場合、動画を素早くダブルクリックして、全画面表示でご覧ください。まず、新規注文を行います。マトリックストレーダーのツールバーから、 クイック注文をクリックしますクイック注文の画面が表示されます条件を選択します通貨ペアドル円を選択両建てなしにチェックロット数は1ロットは1000通貨なので1万通貨であれば10と入力 条件の選択が完了したら、買い注文をクリックします。クイック注文は、注文確認画面が表示されません。注文をクリックすると発注されますので、確認してクリックしてください。注文が123.378で成立しました。薬場価格を確認したら、 OK をクリックしてください。ポジションはクイック注文画面から確認できます。こちらの買いポジを確認してください。保有した買いポジションを売り注文で決済します。売り注文をクリックします。注文が1 2 3三点。 三八八で成立しました薬状価格を確認したら OK をクリックしてください反対売買により決済が完了しました先ほどの買いポジがなくなっていることを確認してください